はい、こんにちは、ゆうこです。あやかです。教えて〇〇コーチ。はい、はい、じゃあですね、今日はあのレディースコ特集ということで、はい、またあやかコーチに来てもらいました。はい、よろしくお願いします。今日のお悩みなんですけど、はい、今日はこうダブルスで自分たちがこう守りの時にロブばっかあげちゃうみたいな。はい、ドロップに対して。あ、そうですね、はい、ドロップとかに対してロブばっかあげちゃってずっと守りのままから変えれないっていうお悩みで、はい、アタックロブみたいなのとか使えたらいいんじゃないかなっていうところなんですけど、はい、使い方とかちょっと打ち方とか教えてほしいなっていうところです。はい、どうですか、使いますか。使います。使いますか。おお、それこそ、はい、守ってて、はいはい、ちょっと自分たちが攻めに転じたいなっていう時に、はいはい、よく使います。いいですね。はい、じゃあちょっと一本持ってるとこういつものパターンからね、自分たちの攻撃につなげられるかなと思いますので、はい、ぜひ教えてもらいたいなと思います。じゃあいきます。はい、レッツゴー。練習グッズが盛りだくさん、バドミントンショップ KC。 ではですね、はい、最初はこう打ち方について教えてほしいなと思うんですけれども、はいはい、ポイントとかありますか。ポイントはですね、はい、大きく分けて3つありまして、はい、まず高いところで取る。高いところめっちゃ大事ですね。確かに、白帯のところと同じぐらいのところで取る、はい、うんうん、なるほど。結構高めですね。じゃあ高めですね。アタックロブは低い球になるので、はい、仮にここから取ったアタックロブを出そうと思うとネットにかかるか普通のロブになっちゃうので、はい、確かに高いところで取ってあげます。はい、了解です。2つ目が、はい、ストレートヘアピンの入りで入る。おお、なるほど。同じフォームですね。はいはい、同じフォームで入ってあげます。はい、そうすることによって相手はヘアピンかもしれないと思うので、うん、ちょっと前来るかもしれないですね。そうですね、じゃあ来たところをポーンと。ああ、なるほど。入れてあげる。じゃあこうヘアピンかもなっていうふうにちゃんとこう思わせるってところが大事ってことですね。そうですね。 OK です。はい、3つ目教えてください。はい、3つ目が、はい、1つ目の高いところ行けました、はい、ストレートヘアピンのモーションでも行けました、はい、ここでガチガチにならず脱力して。おー、また脱力めっちゃ大事ですね。脱力して、はいはい、手首を返して押し出す。打つ時には手首を返して押し出す、うん、おー、なるほど。この押し出す瞬間にグリップもギュッと握ってあげます。返してあげる感じです。あ、握るんですね。握りながら返す。なるほど。ちょっと奥に追いやってあげるような感じです。へえ、なんかすごい当たんなそうに見えますけど、それで打てるんですね。打てます。例えばガチガチだと、はいはい、これが瞬間的なパーンっていう力が出てこなくなって、はいはい、あくまでちょっとリラックスしてあげて、パーンと。そこの勢いをつけるってことですね。そうですね。はい。押し出してあげます。了解です。名古屋から全国へ、掛け合バドミントンスクール。コーチも募集中。はい。ナイス。お、いい感じ。ナイス。重っ。ナイス。ナイス。おお。上手。ナイス。はい。ナイス。ナイス。ナイス。お、ナイス。ナイス。はい。おお。実際にどういう場面で使っていったらいいのかっていうところで、はい、まあ、今回レディース特集ということで、はい、女子ダブルスとかで使えそうなところを教えてほしいなと思うんですけど、はいはい、OK です。よく
あるのがさ、例えばサイドバイサイドでこちらが守ってる段階だと思うんですけど、はいはい、そこでちょっとこっちに移動してもいいですか、はい、相手がラウンド側の方が、うん、こっちのね、はい、追い詰められたりとか、はいはい、こっちが守ってはいるけれども、はい、これ相手ちょっと崩れてないみたいな、うん、もうすでに体勢悪くてドロップかもみたいな、ドロップかも、はいはい、ドロップか甘いクリアーかも、はいはいはい、みたいな時に、そのストレート側にいる人が、はい、私は右利きなので、はい、フォアから、はい、そういう時に少し前を警戒してあげて、甘い球を出してあげる、クロスに出してあげて、さらに追い詰めて次で転じる、はい、はいはい、そういうことですね、前に入ってくる、相手がまた追いかけて体勢崩れたところを前で叩きに行くっていう、なるほど、っていう風に変えていくパターン、はいはい、がまずはやりやすいかなと思います、うんうん、ラウンドでこうわーってなってる時、はい、フォア側でこう横から取ってる時っていうのが、う体勢が悪い、スマッシュは来ないみたいな感じですね、そうですね、はいはい、まあ、タイミングまで我慢して使うパターンが、まあ、レベル1かなっていう感じがします。でもすごい分かりやすいですね、あ、こう見てる、見るポイントがね、多分最初、ね、初心者の方とかでもね、うん、はい、分かると思います。ちょっとレベルが上がるとレベル2になると、はい、やっぱり後ろでどんだけ振ってもすごい体勢よくスマッシュなりカットなり打ってくる、ドロップなり打ってくる、はい、ちょっと相手も上手くなったってことですね。そうですね、上手くなってくるとなかなかそうなってくれない、確かに間違いないです、どうしようみたいな、はいはい、今回のお悩みとか特にそうだと思うんですけど、うん、そうなってきた時にさっきは上がってる人とロブを上げた、はい、ストレート側の人がアタックロボを打ったパターンなんですけど、はい、次反対です、クロスにいる人、あーなるほど、さっきのペアじゃなくてそのもう一人のペア側ですね、まあ、基本的にダブルスは上がったところから二等辺三角形作りましょうとかって言われるの で、はい、ちょっとパートナーより前にいると思う、はいはいはい、で相手が真ん中にドロップを打つことって最近特に多いと、そうですよね、私も狙います、真ん中、そうですよね、はい、私もちょっときついな、でも上げて体勢、攻めがなくなっちゃうのもったいないなっていう時に、はい、大体皆さんドロップ真ん中に打つことが多いと思うんですけど、はいはい、そこを狙いに行きます、あーなるほどなるほど、こっちの人の方が前にいますしね、そうですね、ちょっと前にいて狙うは真ん中のここら辺です、うん、ここら辺に来たドロップをパーン、なるほどなるほど、打ってあげます、であとはさっきと同じです、パーンってやって追い詰めたらここ張って攻めの完成、あーいいですね、っていうような感じですね、じゃあバックも同じです、はい、バックに上がってたとするならば大体ちょっと真ん中、はい、ここら辺にいると思うので打ってきたものに対して真ん中をパーン、うん、確かにこっちだと相手バック側にもなりますし、そうですね、こっちの方が、はい、で自分はフォア側、はい、っていうことが増えると思うので、うん、より次に繋がるんじゃないかなと思います、確かに、はい、こうなんか前で逃げてきそうだなみたいな相手の打つ時のポイントとかあるんですか、なんか見るポイント、彩香コーチが見るポイントとしては、はい、ま、レベル1で話したちょっと追い込まれてるっていうのは一つポイントとしてあるのと、はい、さらに上になってくるとそうもなってないのに、はいはい、真ん中に打ってくるやんみたいな、うん、ありますよね、はい、そこの向こうも攻めとして使ってるみたいなね、真ん中を、はい、そうなんです、そこで私が一つ基準としてるのはスマッシュを連続で打った後、あー分かりやすいかも、はい、学生さんとかだと、はい、学生さんのレベルの高いとかだとスマッシュ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 、はいはい、永遠にスマッシュ打ってるだけの体力があるんですけど、やっぱレディースで大人になってくるとなかなか体力もそこまでないので、確かにスマッシュを切って、はい、しっかり奥まで、はい、2,3 本返せたら次はドロップかなって思って、ちょっと思っていいと思います、確かに向こうもちょっとそろそろ一回ちょっと休憩をみたいなねちょっと休みたいみたいな感じになってくると思うので、はい、そこをちょっとまあ狙ってあげるとよりいいのかなと、ちょっとポイントと来やすいポイントとしてはそういうところになるかなと思います、いいですね、見るポイントとして、はい、相手がこうちょっとまだ始めたてで
フットワークが苦手な方だったら最初のポイント1を、そうですね、もうさらに動ける人になってきたら今言ったポイント2のところを見てもらうといいかなということですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとこのポイントをもとにですね、はい、皆さんこうアタックロブも使ってダブルスで優位に立ってもらえればと思います。彩香コーチありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。はい、ナイス、お、いい感じ、ナイス、うまっナイス、ナイス、おお、上手、はい、おお、ナイスショ、はい、ナイス、ナイス、ナイス、お、ナイス、ナイス、はい、おー、